海鮮丼8000円。梅沢富美男さんがですね、な、馴染みの店のインバウンド価格を通列批判してるという、えー、そういったニュースがあー出てましたけれども、どこだって、洋市だったかな、函館だったかな、なんかその辺の、えー、飲食店がインバウンド価格で海鮮丼が8000円になってて、もう二度と行かね、みたいなことを言ってましたけど、別に来なくていいよって僕も思います。<laughs> やっぱり物事っていうのはね、立体的にあの見ないと、あの、ダメなんですよ。 あ梅沢富美男さんみたいな意見が出てきて、これに賛同するやつが出てきたりとかして値上げしづらくなっちゃったりとかするんだけど、あの、安すぎます、正直。日本って、例えばラーメンが1000円以下で食べられるとか、狂気の沙汰ですよ。労働基準を守って、ちゃんとやったらお前、そんなことなかなかできないよねっていう話でございますよ、本当に。ということで、インバウンド価格大いに結構。梅沢富美男さんの考え方は僕は間違ってると思います。よろしゃい